君が暴れたせいで、僕のシュークリーム、特級私物が、とりあえず君、地獄行き。呪力もない猿がこの俺に地獄行き、よほど頭が軽いと見える。呪いの音は何たるかをまるで分かっていないな。いい機会だ。教えてやる。ボックス、風が。えぇ、ー 全身柱で弾き返しただと、しかもバントの構えでやってくれたなキノコ頭今は見せられていた、五条悟と並ぶほどの才能の原石にかかってこい。俺に一撃でも入れられたら、その特急私物を何個でもくれてやる。やったー。わーい、わーい。ボコボコに仕上げますよ、クーパンで。この現実に呪いの王は高揚していた小僧のような半端者ではない、全てを削ぎ落とした真の虚無。手術は所詮肉や皮でしかなく、その体こそが骨と髄であるというわけか、わかっているのかお前の存在自 時代が術師を否定している呪術と肉体どちらが力として磨き上げるに値するのかこの戦いで決まるのだ初めてだ俺に使命を背負わせたやつはってわけないだろ言った使命とか背負わせるつもりないからシュークリーム一つ買ってくれれば僕は君に対する態度は友達と変わらないよ誇れ<ょ>お前は強い男前になれる素質持ってるよお前男前ナイスゴイワンツーサリー、フォーチューチューラブリボニーモニームラムラ